何か東北に向けてお手伝いできることないかなっていう思った時に、こうファイブプラネッツですとか、ファイブプラネッツを通じて知り合ったいろんな方々と東北に向けて支援をしたいっていう、こう関係ができてきたんで。